んこんにちは、萩原です。今回はですね、これまで多くの方にリクエストをいただいてましたコードチェンジのコツについてお話をしたいと思います。ギターを手に入れて、まあ、頑張ってコードを覚えましたね。それでいざ曲を弾こうと思ったら弾けない。そう、コードチェンジが圧倒的に遅い。そうなんですよね。だからこんな感じですよね。 あなたの真似をしますね。感じですよね。そう、そんなあなたのための動画でございます。もちろん最終的には練習あるのみなんですけども、とはいえ実はコツっていうのがあります。今日はそのお話をするよと。ってことで、コードチェンジが早くなる3つのコツ、ざっくりお話しするとこんな感じ。共通を探す、手前で話す、空中での形、こんな感じですね。それでは早速やってみましょう。まず1つ目、共通のまあ指を探すかな。次のコードへ移るときによく見たら同じ指、同じポジションっていうのがあるんですよ。だとしたらその指さ、一回上げてまたそこに着地するってちょっと無駄じゃないですか。これ離さなくてもいいんじゃない。そうなんです、いいんです。例えばね、 C から Am に行く、 C から Am、 まあ逆でもいいです。 Am から C に行く、 C と Am 一見全然違うコードフォームですよね。でもよーく見比べてみて、同じ指あるよね。2弦にある人差し指と4弦から中指、これ同じとこ押さえてますよね。つまりコードチェンジのために一旦手離して上でこうバラバラっていう風になっちゃうのもったいないんですよ。 C から Am の時ね、この C でここ押さえてる薬指がこっちに移動するだけでいいんですよね。これなんかこの3本押さえてます、次も3本押さえてますじゃなくて、ここから1本だけ動かせばこれで解決なんです。圧倒的に簡単でしょ。だからコード進行を確認するとき、こういうところも見ておくと、それだけでまず演奏が上手くなります。まあもちろんあれね、このいや、そんなこと言っても薬指1本だけ動かそうとしたら他の指も浮いちゃうんですけどみたいな、それの気持ちもわかる。そしたらまたこう指のトレーニングをして指1本だけ動かすっていう練習をしなければいけません。まあこうやってね、薬指だけ動かす、小指だけ動かすみたいな、こういう練習がね、積み重なると、この C から Am、なんかもうめちゃめちゃ楽じゃんっていう風になってきます。ぜひやってみてください。でこのね、共通に関してなんですけど、全く同じでなくてもいいんです。むしろ共通じゃないか、それ似てるとか近いとか、こういうのも意外と大事です。例えばAm と E とかってめちゃめちゃ形似てますよね。これ Am です、これ E です。コードは全然違う、響きも全然違うけど、でも形結構似てません？もう弦移動するだけですよね。なのでいちいち手をね、ジャンジャジャンジャ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 ンってこうビャーンってこう手離しちゃうよりも、この形のまんまよいしょってちょっと浮いて横にひょって移動するだけでいいんですよ。 Am から E、 E から Am、めっちゃ近いでしょ。これを初心者たるあなたはいちいちイエーイってこうめちゃめちゃ遠くでわーいって離れちゃっていませんか？いや、もったいないです。それはもう遠回り、もう隣ぞ、しかも同じ形ぞぞってなんだ。もうなので、こういう時にこの形を崩さずに移動する、それが大事です。まあこれもね、なるほどそうかと思っても、いや手離したらビャーンってなっちゃうんですけど、それはまた練習になります。なのでぜひやってみてほしい。あとは C と G とかね、これどっちもまあ全然違う形ですよね。これこそ全然違う形です。でもよく見たらさ、この中指と薬指 C のこれね、この2本のセット G の時もこいつら2人近くにいません？これ、そしたらこれもうこっからさ、直で現地行っていいよみたいな、なんかじゃあ空中で待ち合わせねみたいな感じで、こうなんかわーみたいな、ここでなんかみんなニュートラルに戻って、でこう抑え直すよりも、こっからあ、じゃあ現地ですぐ行っちゃいますみたいな感じでなってくれた方がええやん。なのでこういうのをどんどん見つけてほしいんです。でじゃあ G から例えば Em に行くってなった時に、あれ、この中指Em でも共通だなっていうことに気づくんです。そうすると、え、そしたらもうこの薬指がここに移動するだけなんじゃないの？ね、まあ、薬指が移動します、それと一緒に小指が離れます、
でここにツンってついたらこれだけですよね。でもめちゃめちゃ省エネなことに気づきませんか。これが共通を見つけるという一つ目のコツでございました。もちろん全部を動かさなくていい、つまりはバラバラに動かなきゃいけないのかという、また次の壁が出てきます。その時はこうね、またねバラバラに動かす練習をこうやってしてみてください。薬指だけ動くかな、小指だけ動くかな、中指だけ動くかな、ぜひやってみてください。さあ次2つ目のコツのお話をしたいと思います。これが一番大事かな。手前で話すでございます。皆さんコードを弾くときにね、まあジャガジャガ弾くじゃないですか。ここが C で、で1234次の1で G だ。まあつまりは1234-2の2の直前までは C ということになりますよね。それはわかりますよね。コードネームっていうのはそのコードに変わった瞬間のところに書いてあります。なので次のコードに変わるまでは基本的にそのコードです。でも実はその変わるキワキワまでそのコードを弾いてなきゃいけないかっていうと、ギターの場合そうでもないんですよ。まあどういうことかというとね、1234、1234、1234、1234、これ意味わかりました？わからないですよね。もうちょっとちゃんと説明します。実はこれキワキワまで伸ばしてないんです。カウントしながらもうちょっとわかりやすくすると、1234、1234、1234、1234、1234、って途中さもう堂々と浮いてるんですよ。1234、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 
聞こえますよね。それはもうなんかそういう風に錯覚しちゃうというか、そういう風に聞こえるからありなんです。これでいいんですよ。とにかくコードが変わった頭をしっかり鳴らせるようにする、その直前は結構準備に当てちゃっていいんですよ。それをまあそんなこと知らなかったから、皆さん律儀にね頑張って 1,2,3,4 みたいな、そういう風になっちゃうんですね。これにストロークつけると 1,2,3,4 みたいな、こういう風になっちゃうんですよね。これはなんだ、麦わらの帽子の君が揺れたまんまる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 マリーゴールドに似てる似てるっていう風になっちゃいますよね。コードチェンジが追いつかないと。そうなんです、コードチェンジのタイミングがわからないわけでもない、コードの形をうろ覚えなわけでもない、この直前のコードを最後まで律儀に弾いてるがゆえに準備が間に合わないんです。じゃあちょっと早めに切り上げて、まあ早めに練習をいたしましょう。これストロークでもう一回やるとこんな感じ。じゃあ今コードチェンジしてるから分かりにくかったかもしれない、コード変えないままやってみますね。じゃんじゃじゃんじゃじゃがじゃんじゃじゃんじゃじゃがじゃんじゃじゃんじゃじゃがじゃんっていう待って、そう、これでありなんです。コードとは全然違う音が一瞬鳴ってますが、これ許されます。本当かよって思うかもしれませんが、別にそこ意識して聞かなければ全然気になりませんよ。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、あれはほらね、どうでした、気づきました。確かに途中よく聞いてみればんじゃーみたいなの入ってるけど、でもこれ弾き語りするっていうのにおいて別にこれでも大丈夫ですよね。これね、いわば息継ぎみたいなもんで、歌とかリコーダーとか、リコーダーなら想像してほしいんですけど、息継ぎなしで歌い続けるとか吹き続けるっていうことできないですよね。どーしーらーそーって、この普通さ、次の音符、まあ歌う前とかにどーしーらーっていう風に息吸うじゃないですか。これでもなんか不自然には聞こえないでしょ。全然いいじゃないですか。むしろこれが全部つながっちゃってる方が不自然だし、そんなのまあ普通無理なんですよ。どーしーらーそーっと
っていうなると、これはこっちの方がなんか変でしょ、これはむしろ合ってないじゃん、これは下手じゃん。いや音程はどっちも下手だったかもしれないけど、それそうじゃなくてね、ドーシーラーソーっていう風に歌った方がいいじゃないですか。次の音符、次の音符、これはそれこそリコーダーとかブーブーって、そのここここっていう吹き始めるタイミング絶対合わせるために、その前で息を吸う、それで全然いいんですよ。ピアノとかも同じ音弾き続けられないでしょ、一回指浮かしてから同じ鍵盤弾くでしょ、それと同じで全然いいんです。これがギターという楽器の特性であり、むしろギターらしいということにもなります。まあレコーディングとかではね、こうキワキワまでそのコードの音が詰まってるっていうのが欲しい時もあるから、僕は人よりそういう奏法もしがちですけど、でも皆さんが普段ギターでコードをジャンジャジャンって弾く時に、全然これでいいですよ。なのでこの合間にんじゃってやってる時、もちろん休憩ではありません。次のコードの準備をしましょう、空中でね。で具体的にこれ、まあ、長さとしては8分音符1つ分ぐらいであることが多いです。なのでよくあるストロークで言うと、じゃんじゃじゃんじゃじゃかじゃんじゃじゃんじゃじゃかじゃんじゃじゃんじゃじゃかっていう感じですね。まあやってみてください。とりあえず C だけで僕やるけど、じゃんじゃじゃんじゃじゃかじゃんじゃじゃんじゃじゃかじゃんじゃじゃんじゃじゃかという、じゃんじゃじゃんじゃじゃくっていう、この上げるときにぶつけるけど、もう左手は次行ってまーすみたいな、そういう感じになっています。この手を離してる間に次のコードを準備して、でじゃんじゃじゃんじゃじゃかじゃんって頭ではしっかり着地できるようにする、そういうことでございます。これでもまだ遅れちゃうとあれば、もう半拍早くても全然いいです。なのでつまり、じゃんじゃじゃんじゃじゃかじゃんじゃじゃんじゃじゃかじゃんじゃじゃんじゃじゃかっていうことですね。じゃんじゃじゃんじゃじゃかじゃんじゃじゃんじゃじゃかじゃんじゃじゃんじゃじゃかじゃんじゃじゃんっていうことです。今1,2,3ドドっていう1,2,3,4拍目の下げ上げ両方もう手離しちゃってることですね。この方がもちろんコードチェンジにかけられる時間は増えます。これでも全然いい。さっきよりもちろん雑音感っていうのは増したけど、でもこれ言うほど悪くないし、コードチェンジの頭に間に合わないとか、あー中途半端にあーってなっちゃうよりも100倍1000倍マシでございます。なのでこうやって早めに指を離す、覚えておいてやってみてください。これに関してはね、これだけの練習っていうのがまた必要だと思うので、近々別の動画をアップしようと思います。はい、それではコツの3つ目、さっきしれっとなんか言ったかな、もしかして、空中での形ですね。手を離してる間に次のコードの形を作ります。というか次のコードの形めがけて離すっていう感じ。着地した時にその形になるじゃなくて、空中でもはやその形完成してますせっていうことなんですよ。あのトランポリンってやったことあります？突然ですけど、このポヨーンポヨーンってこう、まあ、大ジャンプできますよね。で、こう、まあ、ただジャンプしてるだけだったらいいんだけど、例えばこうやって、じゃあ次あの大の字で腹から着地してくださいってなったら、いや怖えけど、であのこうなってジャンプして着地の瞬間にこっち向いて大の字ってやるんじゃなくて、ジャンプって空中でもう大の字になってこう前かがみになってますよね、多分ね。イメージしてみてね、ポーンってもう上に、なんなら上がりながらもうこういう格好して、でこのまんまなだらかにこう、まあ着地その形のまんま着地みたいな感じですよね。それと同じです。同じだから飛んでる間にあれは次のフォームを作るんですね。ポーンポーンポーンタじゃなくて、ポーンポーンポーンターンっていう感じになる。ポーンターンターンターンっていう、もうジャンプ中に次の形になって、これでもう最後着地するだけ、着地するだけ、着地するだけみたいな、なんだこの排出し三昧、はい、っていう風になってるんです。まあちょっと音楽の話をしよう。まあギターの場合ね、 C から F に移りますって時、まさか C の形のまんま浮かせて
まあ、浮いたらなんか、まあ、なんか手がベーンってなってるとか、そういう方いませんか？ C から F の時、 C からそのまま浮かせて、よし空中で、じゃあ次は F ですって空中に行ってからようやく F に向かおうかなみたいになってる方、これでも間に合わない。もうね、 C が終わった瞬間話しながら F に向かうんです。だからその F が空中で完成したら、あとはじゃのタイミングでただ降りるだけみたいな感じですね。これがコードチェンジの時の正しい空中での形です。ぜひやってみてください。以上3点がコードチェンジを早くする3つのコツでした。おさらいします。共通の指とか近い指を探す、半拍手前で離す、手を離しながら空中で次の形でした。これができるようになるとね、ようやくあなたはコードチェンジが間に合うようになり、そして曲が弾けるようになり、そしてギターがもっと楽しくなる。コツとか知識、まあ頭では分かったけど、まだすぐにはできるようにはならないと思います。でもそのね、そのしょうがない、分かるとできるの間にはまだ少し差があります。でも分かるがないとできるにたどり着くことはなかったので、今日あなたはとりあえず分かるのとこまでは来ました。あとはもうちょっとだけね、練習してしっかりできるようになってほしいなと思います。あとなんか分からなくなったら、この動画もう一回見ていただいたり、コードチェンジの練習動画、まあ完成してたら今ここにピョって出てます。はい。で、他にもあなたの役に立つ動画、たくさん投稿してるので、ぜひチャンネル登録、あと高評価ボタンお願いします。それではまたお会いしましょう。ハゲルでした。バイバイ。